海底探検家の一覧は、以下を含む海洋探検に関してのアマチュアとプロの探検家のリストである。リストには、考古学者、トレジャーハンター、海洋生物学者、海洋地質学者、地球物理学者、海洋工学者、海洋学者、水中デザイナー、潜水艇のパイロット、洞窟ダイバー、洞窟探検、そして洞窟学の専門及び、 第一世代のダイビング安全士官をまとめた。アクアラング共同発明者であるジャック・イブクストーは海洋生物学の普及で知られる。出展、生物学者の一覧ダイビング安全責任者は、機関の責任ある管理責任者、または、非指名人によって任命された個人。彼または彼女は、科学的なダイバーとして、訓練を受けたアメリカ水中科学アカデミーの、 正会員であり、国際的に認められた認証機関からのアクティブな水中インストラクターでなければならない。またトレーニング及び認証の実施、ダイビング計画の承認、ダイビング記録の維持、及び全ての関連規制の遵守の確保を含む施設の科学ダイビングプログラムの実施に責任がある。 この組織の結成には1950年代初頭にスクリップス海洋研究所で開発されたモデルに遡るが、ここからカリフォルニア大学の他のキャンパスに広がり、次に他のカリフォルニア機関に、そして全国的に広がった。これは、米国水中科学アカデミー等社によって承認されたモデルとして機能した。第一世代のダイビングオフィサーの一部であった個人は、 多くの海底探査プログラムに参加する機会があり、それらのプログラムだけでなく、ダイビングや潜水艦の世界にも単独で貢献していった。ありがとうございます。